チャオ、あちゃんです。大田のね、吉野くず大田で吉野くずちょっとおかしいんだけどね、吉野の宇田神って大田の吉野くずって言われてね、大田には吉野くずっていうのがあってね、吉野くず本舗、森野さんとこなんだけどもね、これいただきましたね。この前ね、いただいてんけどもね、これをね、まだ作ってなかった。これちょっと作ります。これ森野さんとこなんだけど、森野さんはね、ちょうどの同級生でね、あっちゃんの同級生黒川さんやけどね、二大くず巨頭やねんけどもね、まあ、そのどうでもいいんだけど、これをね、ちょっと作りたいと思います。これくずよね、美味しいんでね。ちょっとこれ作るの難しいね。ではやっていきましょう。はい、まあね、びっくりした。ここは、はい、ちょっとね、お湯をね、ギンギンに沸かします。その間にね、こっちにね、くずのね、元をね、入れんねんけど、これね、200cc の水を今沸かしております。これくず元にね、これ入れて、でね、最初にね、このギンギン沸かすのがコツやんだけど、ちょっとだけね、水を入れます。ちょっとだけ水入れてね、水でね、これを練っとくの。練り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 。ぬるま湯の方がいいんだけどね。今ないから水でいきます。もういいかな。外のね、外のアウトドアコンロです。よいしょ。さあ、成功するかな。でね、とろみがついたら成功やねんけどね。鍋のね、口が歪んでるからね、麻生太郎の口みたいに歪んでるからね怒られるな。うまいこと入らないね。おお、うまいこといった。とろみついた。成功成功。これなかなか難しくってね、いろんな味があってね、昔これ中からね、ひよこ出てくるやつとかね、なんかあったんやけどね、なんか出てたなんか出てた。なにこれ、桜かなこれ。おー、大成功です。このね、とろみがついた成功。これ失敗したらね、電子レンジでもう一回再加熱でチンすんねん。でもチンしたら失敗してね、失敗して爆発すんねん。ゴボッて溢れる時はね、とろみついてるから、だからなかなか難しいねんけどね。これね、風邪ひいた時とかよう作ってくれてね、うちお母ちゃんとかおばあちゃんがね。このうだはね、くずの、あれやからね、本拠地みたいなのからね。おー、いい感じ。これがね、また熱いのよ。いただきましょう。はい、今日はね、ちょっとね、寮のね、寮にこの前、買ってあげた。よいしょ。外のね、アウトドアコンロで、お湯沸かしました。はい。アウトドアのね、ガスコンロをインドアで使うというね、まさにどうでもいいけど、いただきます。熱い。まあ飲んでへんけど、これが熱いのよ。前ね、オフ会の時にジオロッツさんが持ってきてくれてん、これ、ね、みんなにね、いただいて、やっちゃんもいただいて、おいしい。このね、ほんのり甘くってね、すごい優しい和の美味しさやね。このね、くずってね、なかなかあっちゃうんですけど、片栗やねんね。要は天然片栗やねん、くずって。
で、片栗粉みたいにじゃなくね、本片栗やからね、片栗粉みたいに使えるんだよ。これを固まんのよ。だから冷やしたらね、くずまんじゅうみたいなのができるしね、温めてもこんなんできる。くずっていうのはね、和のスイーツ、和甘味を作ることができるのね。まあ、なっちゃんのやったことのない領域やねんけどね。まあね、一回クロちゃんとこ買いに行ってこうかな。クロちゃんって老舗のね、社長捕まえて、クロちゃんってなんか黒川くず本舗同級生かな、行ってこうかな。クロちゃんの奥さんはね、ミキちゃんと友達やってね、クロちゃんの奥さんも遠いとこから来てたから、ミキちゃんも遠くから来てたからね、幼稚園の時にね、すごい友達やって、幼稚園って子供が幼稚園の時ね、ちょうどね、寮の一個下かな、クロちゃんとこの子が。なんかそんなね、仲良くなってね、クロちゃん同級生やから、ちゃん喋ってたから、奥さんとミキちゃんと喋ってね、久々に会いに行ってこうかな、すごい上品な奥さんやね。クロちゃんもね、上品な、紳士やね。クロちゃんの弟はね、こう、なんていうのかな、あそこ、黒川くず本舗の奈良のね、パスタ屋さん、パスタ屋さんっていうのかな、あそこね、よう、見るけどね、同級生のクロちゃんの方が甘いね。うん、熱い。風邪ひいた時にね、もうこれがいくってね、風邪ひいたらよく飲ませてもらってて、いや風邪ひかへんななかなかね、こうてくる、これなかなか高いからね、なんちゅう風邪ひかなね、飲ませてくれへんのよ。これ便利やね。外のコンロ。あっちゃんもこのやつ1個買おうかな。車に積んどいたら爆発するかな、ガスで危ないかな。LPG ガスやからね、あんまり熱あかんからやねんけど、でもまあね、車でこうどっか行ってこれ使ってね、なんかその面白いかなと思ってましたしね。この外のやつはなかなか高いのね、先っちょだけでも8000円か9000円ぐらいするんだけどね、ガス自体はそんな高くないね、600円か700円ぐらいねんけど、なかなか屋外専用って書いてあるけど、屋内で使っております。あかんよ、料理箱。外のコンロが一番横風とかにも強いらしいね、調べてね。あんちゃんもこんないいのいらんから、安い中国製の買おうかな。うん、なんかガチでキャンプせえへんし、いや熱い、おいしいわ、癒される、めっちゃ癒される。ほんまにね、和の優しさっていうのかな、わーっと体を温める。もうまい、飲めん、なかなか冷えへんねん、とろーっとしててね、美味しいわ。これがね、とろみがつかんかった。この濁った白い、乳白色、白濁するんだけど、白濁せえへんかったら失敗やね。で、レンチンするんだけど、レンチンしたらとろみがついてるからね、下から温まってって、ボコって吹き出すんで、よう失敗するんだけど、これ、今回は一発で成功しました。これ多分ね、外のコンロでね、炙って、ギンギンに温めたお湯を即家だからやと思う。これ向こうのキッチンでやってね、持ってきて、こっちに持ってきた時点でちょっと冷めるでしょ。もうダメ、失敗した。ほんまにギンギンの熱湯じゃないとダメ。優しいな、美味しいな。いやー、癒される。ということでね、今日のあっちゃんの、ドリンクタイムはくず湯いただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。こんな感じのね、パッケージになっててね、で、箱に入って何個か入ってんだけどね、はい、よかったら宇田に来た時はくず湯買ってみてください。道の駅とかにも売ってると思うんでね、まあ、本店の方行ったら売ってるんで、ぜひぜひ買ってみてください。ではまたね、バイバイ。美味しかったよ。以上です、ありがとうね。ということで、今日のあっちゃんの、くず湯の紹介、よかったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録、そこから見てくれたら嬉しいです。ぜひぜひ、作るとき失敗しないように。なかなか難しいんでね、これ。
ほんまにコツはね、最初にこう、まあ、水か塗る前でトロトロに溶いといて、そこで横でギンギンに温めたお湯を入れる。これ 200cc かなんだけど入れる、うん、でそれで素早く混ぜる。それがもうコツやねんけど、ね、それしかコツはないねんけど、うん、まあ、美味しいんでぜひ。風邪引きの時とかね、すごい栄養補給できるしね。でそうじゃない時もね、癒されるしね。もう冬場はぽっこり温まるしね。これに生姜の汁とか入れてもいいかもからね。もうクズなんでね、うん、温まるんで、ぜひぜひ飲んでみてください。またね、バイバイ。